Rallies。 皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。愛媛県宇和島市で開催されているインターハイ、地元愛媛県立宇和島東高校が女子学校対抗に39年ぶりに出場しました。公立の進学校である宇和島東高校は定時制課程も持つため、卓球部の練習場は定時制の授業時には使用できず、平日は17時から19時、土日は男女で午前午後を入れ替えての練習と、少ない練習時間ながらも朝練などでカバー。見事地元開催で2校出場できるチャンスをものにし、全国の舞台に立ちました。1回戦では富山商業高校に勝利し、2回戦では岐阜県代表の富田高校に敗れたものの、地元で白星を挙げ会場を大いに沸かせました。主将兼エースとしてチームをまとめ上げた3年生の浅井選手に、女子の試合から合流したラリーズの土谷編集長が話を聞きました。正木監督らに話を聞いたインタビュー記事もありますので、そちらもぜひご覧ください。今大会振り返ってどうですか？地元開催ということで、いろんな方々が応援してくれたり支えてくださったりして、本当そのおかげでまずこのインターハイに出れたことがとても嬉しいです。1回戦と2回戦振り返ってそれぞれどうでしたか？1回戦は県立高校同士で力の差もあんまりなくて、最後その勝利を分けたのはやっぱり地元で慣れている体育館っていうのもあって、そこがすごく良かったなと思います。2回戦はいかがですか？1回戦は格上の高校だったので、このチームで試合をするのは最後なので、自分の力を出し切って工夫して試合をしました。出し切れましたか？はい。この後個人戦ダブルスもあると思うんですけど、はい、意気込みを最後に。地元開催なので皆さんが応援してくださるので、それに応えられるような試合をしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。浅井選手、取材ご協力ありがとうございました。地元開催ということで慣れ親しんだ会場でプレーし、実は男子の試合の審判も務めていたという宇和島東高校卓球部。地元で挙げた全国一勝は大きな自信となったことだと思います。今後もインターハイで取材させていただいた動画を出していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 Rallies